韓国の音楽番組、ショー、音楽中心で、歌手イムヨンウンが彼女の曲、サリューで1位を獲得しました。元に NE1 のメンバーであるダー・エーは、約6年ぶりに歌でとして、カムバックし、注目を集めました。このエピソードは、15日に MBC で放送されました。彼女は、ソロでジタルミニアルバムに収録された曲で、HEIZが、プロデュースした、ティーマップと、タイトル曲の、フェスティバルを披露しました。フェスティバルは、オムジオンファの曲を、サンプリングしたもので、ディーアラは、前向きな魅力を、ビタミンのように届けけました。エクソは、彼らのセブンスフルアルバムのタイトル曲である、クレア、MSODA のステージを公開しました。この曲は、エキゾチックなリズムに軽快なブラスとキーボード、ドラムサウンドが組み合わさった、中毒性の高いポップダンス曲です。クリームソダは、恋に落ちた、窓カマを表現しており、EXO の優しいかつ官能的なボーカルが、響き合って、リスナーを魅了しました。25周年を迎え得たコヨーテは、新曲、風で猛暑を吹き飛ばすノリノリのステージを披露しました。また、MEXX は3 RD シングルの収録曲、ロール R、コアスターとタイトル曲、パー対応クロックでカムバックしました。パーティー OCLOCK は、JYP エンターテインメントの代表であるパクジニ4が初めて、ナミックス X の楽曲制作に参加した曲で、夢と現実の境界が曖昧になった真夏の夜、森の中のパーティーで起きた神秘的な物語を描いています。ネットのサバイバル番組、ボーイ、SPLA ネットから誕生したグループ、ゼロブ・アセオン・イーは、ヴィンテージな感性とトレンディさが共存するドラム&ベースジャンルのタイトル曲、In、B ルームで清涼な、魅力を披露しました。この放送では、エクソ、ダラ、コヨーテ、エンミックス、ゼロバセオ NE、ワナオーネ、出身のキム・ジェファン、FE と、ビール・ウン、ムン・ヒギヨン、ODDI サーク LE、SW1、ラプラス、クイーンズ・アイ、8ターン、キッス・オブ・ライフが出演しました。